深谷シネマとは埼玉県深谷市にある映画館。映画館を維持管理しているのは NPO 法人市民シアター F である。埼玉県北部に存在する唯一のミニシアターである。深谷シネマの立地する7つメッシュ作り敷地内には飲食店やお茶屋、古本屋など関連店舗もあり映画を楽しんだ観客が観覧するスペースとなっている。また、 七つ売酒造内では、ドラマや映画作品のロケも数多く行われている。全国の映画館数がピークを迎えた1960年の時点では、深谷市の映画館は、法年座、武蔵の館、電気館の3館が存在していたが、映画の車用化で1970年代までにはすべて閉館。深谷市民としては、熊谷市や群馬県高崎市が、 最寄りの映画鑑賞という状況が続いた。市内にミニシアターを立ち上げるためのサークルが、1999年3月、発足。3300人分の署名が集まり、2000年に NPO 法人の認証を受け、同年、市内の用品店、福野屋の店舗2階に、福野屋劇場としてスタートするも、わずか1年で撤退。その後も、 市民会館での上映会を行いながら、資金を集め、2002年7月27日、銀行店舗の跡地を改装してオープン。当初は、チネフェリーチェの名称であったが、地域の人々から、名称が覚えづらいという声によって、半年後に深谷シネマという名称に変更。チネフェリーチェはその愛称となっていた。2010年4月16日、 町の区画整理事業のためそれまでの深谷市中町から深谷市深谷町の7通梅酒造り跡に移転して再オープン。座席数も57席に増え、映写機などの設備もリニューアルした。全国で唯一の作り酒屋を改装した映画館になる。2013年8月、デジタルシネマシステムが導入された。ただしこれまでのフィルム映写機も引き続き設置され、 過去のフィルム作品も上映できる環境となっている。年間入場者は2万3000人程度。ボランティア10人が運営の中心となっているため、年間経費約3500万円に対して、収支トントンの経営という。深谷シネマの活動が核となって、深谷市では2004年から映画祭が開催され、映画やテレビドラマのロケーション撮影誘致も年50本程度に達している。 1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。1980年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。当館が正式オープンする前の2000年の時点では、熊谷市には5スクリーン、群馬県高崎市には9スクリーンがあった、消えた映画館の記憶を参照した。 映画年間戦後編別冊全国映画館6962本図書センター1999年日本映画製作者連盟配給部会映画館名簿1980年時事映画通信社1979年日本映画製作者連盟配給部会映画年間2000別冊映画館名簿時事映画通信社1999年 深谷シネマ支配人に聞く。電流埼玉、電流、埼玉。2012年12月8日閲覧。AAB 深谷シネマ物語、地域力、深谷市、映画を各に賑にわい作り、ミニシアターやロケ誘致、読売新聞長官2018年2月22日。深谷映画祭深谷観光協会、2018年3月16日、閲覧。日清堂土計店。 深谷ショップガイド。2020年2月7日閲覧。ありがとうございます。